今日ちょっとね車で来たんですよ。まあ、風も強いのと、まあ、ほとんどね高速で移動するだけなんで、神戸までは京都からですかね、まあ、車で来ちゃいました。まあ、今日はね川崎ワールドでモーターサイクル Z フェアっていうのがやってまして、今ちょうどね明日までかな。なので前からね見てみたい、見てみたいなと思ってたんで来ました。なんか歴代の Z がね展示してあるみたいなんで楽しみにしてます。ちなみにね、今日乗ってきた愛車がこれです。アルファロメオのね、ジュリエッタ。この後ろの建物がね、川崎ワールドがある、入ってるね、海洋記念館です。
ってきました。モーターサイクルジェットフェア行ってきましたけどね、なかなかいいものですね。面白かったです。やっぱりね、 Z かっこいいですね。 Z、まあ、Z1、Z2、KZ、KZ900 とかね、あと FX400もね、やっぱり渋いですね。すごくかっこいいです。まあ、なこうやってね、一堂に見れる機会ってね、あんまりないので、なかなか思ったよりね、良かったです。今のね、やっぱりZ900RS、 あれのカフェスタイルのもね、展示してあったんですけどね、すごくかっこいいんですけど、すごくかっこいいんですけど、やっぱそれ以上にね、昔の Z をZ900 とかね、まあ、Z1000 も含めてですけど、もうああいうバイクはね、出してくれないんですかね。またね、ゼファーみたいなのでもいいと思うんですよ。ちょうど手頃なサイズで、もうオーソドックスなね、バイク、僕はそういうのが好きですね。またこういう機会があればね、イベントとかも行きたいと思いますんで、まあ、またリポートをね、兼ねてできたらと思います。ではね、皆さんどうもご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。